1時47分愛知県瀬戸市から2日目出発です。はい、行きましょう。お願いします。道の駅瀬戸市なの。大型車のね、車がね、結構いっぱい止まるから音とかはちょっと気になるけど、それ以外はコンビニもあるし、めちゃくちゃいい感じでした。うわー、下道か。はい、ということで前回から始まった下道旅の2日目でございます。はい、新しい旅先広島県に、まあ、下道で向かっております。はい、昨日のね13時に神奈川の小田原を出発しまして、約11時間ね下道を運転して神奈川県から愛知県まで昨日移動してきたんですけど、今日の目的は大阪まで行きたいと思います。はい、夜にね大阪でちょっと人と会う予定があるので、はい、それまでに大阪にたどり着きたいです。特別ゲスト、そうですね、ベリーグッドなゲストが、ベリーグッドな大物ゲストが来ます。いらっしゃる予定なので、はい、大阪に夜着きたいので9時にね道の駅瀬戸市なのを出発しました。うん、どうですか兄や、名古屋といえば朝。いや、もうモーニングでしょ。食べたいですか。食べましょう。それはチェックポイント用意してありますんで。すごい、そういうんじゃないかと思って計算済みで事前にチェックポイントを用意しております。お楽しみに。うわ、すごい。もうちこういう道路もわけわかんないんだけど、1,2,3,4,5,6 車線ってこと？あ、てか3車線で右折レーンがあるっていう。3車線で右折レーンがあるってことね。うん、え、これ左は行けないの？行けるよ。どうやって行くの？一番左のレーンに行ける。ああ、ここからは左行けないの？行けねえだろ。どう考えて。かわいいお店。コンパル。すいません、あとコーヒーもお願いしていいですか。ありがとうございます。入った。お待たせ。ありがとう。コンパルのエビフライサンド。うわ、おいしそう。めっちゃうまそう。これ食べてみたかったんだよね。想像以上に車で食べるには食べづらかったけど、めちゃめちゃうまい。やばい。嘘。キャベツとエビフライと卵焼きが入ってるんだけど。すごい、卵焼き入ってんだ。うん、美味しい。うん、うまい。やばいよねこれ。うん、うまい。めっちゃうまいよ。うん、パンうまいな。パン美味しいね。うん、これは食べてよかった。エビプリプリで1個900円ぐらいするから、まあまあお高いんだけど、うん、でも食べる価値あり、めちゃくちゃ美味しかったです。高速道路の下、まさに下道。マジでそうじゃん。まあ乗りてー。混んでるやん。なかなか名古屋から抜け出せないね。うん、やばい、交通量多すぎる。出発から1時間半ぐらいなんですけど、まだ名古屋にいます。これはまずいぞ。なかなか名古屋出たね。名古屋出た。言うてまだ愛知だけど、高速道路乗ってたらどこに行くの。やめろよお前その話。やっと愛知出る瞬間だ。あー、三重県。三重県入りました。愛知出た。子供の頃ね、三重に友達がいて、お母さんとねよく三重行ってたのよ。友達が連れてってくれた鶏肉のお店めっちゃ美味しくて、三重行ったら絶対行きたいんだよね。本当に新鮮な朝締めの鶏肉、生でも食べられるみたいな。鶏肉で、うん、で屋上のコンロでそれを焼いて、本当にまだ中真ん中赤いぐらいな感じでタレつけて食べるの、もうめっちゃ美味しくてさ。そう、もうあれの味忘れられないで今でも。そう、でもその翌日うちのお兄ちゃん大喜利になってた。しっかり当たってたけど、お店の名前も場所も覚えてないから。じゃあ無理じゃねえかよ。いや、そうなんだよ。視聴者さんからのコメントを頼りに、私の思い出のお店を探してもらうっていう旅やりたいんだよね。お腹空いてきたけど、サンドイッチ1個じゃ全然足りなかったね。足りないよあれは。あれ2切れだけで3カットしか入ってなかったから。でもね、
昼飯ありますから。昼飯ありますから。はい。楽しみにしてる。めちゃくちゃ楽しみな昼飯。昼飯があるからね。うん。滋賀県に入りました今、はい、いや思ったより京都行く滞在時間短くなりそう。やべえ。いやもっといられると思った。ちょっと名古屋でねタイムロスしすぎた。マジか、京都一瞬しか行けない。マジでさ、ここでさ、ほんの一瞬だけさ琵琶湖と触れ合う、触れるんだけど、ピンってちょんちょんって。これが琵琶湖だから、うん、一瞬ここでちょんって見れるかな。一応これも琵琶湖でしょ。琵琶湖だよね。この瞬間だけがチャンスだ。あ、ええ、これや。え、待って、これか、これだ、これだ、くるくるくる。来たよ、ニーヤン、とうとう来た。京都上陸。来た、京都。京都入った。はい、今京都入りました。お疲れっす。現在時刻14時でございますので、スタートから5時間経過してやっと京都です。5時間ですね。はぁ、あ、やばすぎる。マジでお腹空いたね。めちゃくちゃ腹減った。マジであの朝のサンドイッチ2人で1個、あれ、そうそうそう、あれ以外何も食べてません。今日マジで腹減ったんよ。マジでお腹空いた。さすがにやばい。Just remember this. We could have been lost. あったー。あったー。いやー、めっちゃ嬉しい。ここや。めっちゃ疲れた。疲れたね。やばいです。今の時間が2時50分。今朝ね、9時に出発してから5時間50分。もうほぼずーっと走りっぱなし。あ、待って、本当に嬉しいわ。やばい。早く食いたすぎる。ここはね、私たちの視聴者さんが経営しているラーメン屋さんです。はい。京都の、ね、伏見にある頑固麺さんです。はい。店主の岡部さん。さんライサタミ、ありがとうございます。ありがとうございます。伝説の伝説の初めてのサイン、私たちの初めての第1号サインがここに飾ってあります。サインなさすぎてシンプルに書いただけっていう署名。本来ね、あの14時までのお店なんですけど、そう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 、今回はちょっと特別に2時過ぎに開けていただいております。はい、嬉しい。お腹すいた。うまそう。濃厚鶏豚骨だよね。うん、うわ、めちゃくちゃどろどろ。めっちゃ濃厚。すげえ。ドロッドロ、ドロドロ系だ。うわぁ、やばい。いただきます。いただきます。うん、うまっ。限定のつけ麺にしました。麺がめっちゃ綺麗。綺麗だね、これ。キラキラしてる。美味しそう。マジで美味しそう。最初は麺だけで召し上がってくださいって書いてある。うん、待って、めちゃくちゃ美味しいんだけど。うわ、はい、もう勝ちだ。すごいね。いただきます。めっちゃ美味しい。くないよね、全く。
本当にうまいんだよ。うん、やばいなマジで。ああこのつけ麺本当美味しい。うん、なんかお好みで味変してって言われてんだけどさ、もう味変できない、なんかもう完璧すぎて、なんか余計なことして味崩したらマジで嫌だから味変ができない全然。限定つけ麺っていつまでやられるんですか。この限定は今週いっぱいで終わり。2週間だけなんですか。2週間ごとに5と違う限定で違う。すごい、めっちゃ美味しい。考えるとだんだんノイローゼになってくる。すごいですね、こんなバリエーションが生まれるなんて。今週いっぱいってことは動画出る頃にはもうないかな。ない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 。くそごめんみんな、見せるだけ見せてごめん、見せるだけ見せて。うわ絶対うまいな。埼玉でダイエットを決意して食べに出たんだけどさ、これ食べれるんだったら太っててもいいのかなって思っちゃう味なんで。まあね、うん、めっちゃ美味しかった。めっちゃうまかったね。やっぱり一番美味しいわ。一番うまいわやっぱり。感動するラーメンだよね。感動する。本当に関西に来た人には絶対食べてほしいラーメンです。いや本当そうね、美味しかった。もう今4時なんですよ。はいはいはい、はい、であと今日夜にね大阪で人と会う約束をしているので、それには絶対遅刻できないと。そう7時に集合なんだよ、ね、それが7時集合なんですけど、うん、本当はね京都でね一つぐらいね神社とか行こうかなって思ってて、うん、宇治の方の神社とかいろいろ調べてたんだけど、うん、どうやらね頑固めんさんに聞いたら宇治の方はねすっごい混むらしいんですよ。道が混むらしい。そう、7時にね大阪って言ったらそれはちょっと微妙かもしれんって言われて、うん、下道だったら結構すぐ行った方がいいんじゃないみたいな感じだったの、うん、だから今からもう大阪に向かいますということで京都はマジであの頑固めんさんに寄っただけという感じですね、うん、いやでもそれでも大満足よ。まあこれも下道を選んだ自分たちの宿命なんで、あの高速で行けば普通に宇治の神社とかも行けるわけで、行けるでもこれがやっぱ縛られてるからね、この下道に近くということでだいぶ縛られてるので、うん、今から大阪の難波の方に向かいたいと思います。はい、この企画無駄にきついな本当にマジで何をやっているんだろうって思うわ。何してんだろうってたまに思うの。もう本当に意味わからないもんだって。Yo le llevo y tu mierda alimento mi ego. De la calle como tego, paso firme, paso ciego. Ya, yo already know what I mean. Soy una historia sin fin. Ya, aquí ya tienes. 満タンで出発したんだよね。満タンで出発した。じゃあ満タンで出発して京都までは持ったってことか。まあ多分大阪までも持つけどね。まあそうなんだ。うん、いつもねガソリンはねニーヤンが入れてくれるので、私はガソリンの入れ方がわかりません。タイミングやば。クキーもめっちゃこっち見てくる。うわーノールックで外した。あーダッサー、あーダッサー。こういうのをさ今時の言葉で言うとさカエル化って言うんだよね。うわーカエル化するわこれ。好きな男の子とデート行ってガソリンの入れ方これだったらマジでカエル化する。うわーやだー。マジでカエル化する。なんかずっと見てくんだけどあいつ気持ち悪い。うわやばい最悪。なんか悪口言ってる。言ってない言ってない全然言ってないよ。なんか言ってる。言ってない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 。こっち見てくる。こっち見んな。こっち見んな。クソやっぱなんか言ってる。言ってない。なんは言ってないやん。言うわけないじゃんやってくれてんのに。さっさとガソリン入れろバカ。オッケー、ガソリン満タン。よかったね、安めに入れられて。ああ4時57分、大阪府枚方市、上陸。着いた、大阪。大阪来ました。ああ、京都が終わっちゃったね、ニーヤン。一瞬にもできなかったね。どこよりも一瞬で終わった、京都。辛すぎ、マジで。近そうでまだ遠い大阪。普通に遠かったな。もうめちゃくちゃ遠かった。しかしドリカムの人も下道で行ってたんかなこれ。あ、青春。
春自転車。うわー。うわー。あれかな、今日久々に会ったんかな、新大阪駅で。新大阪、うわー。でも彼氏スウェットだったもんね。彼女ちゃんとコート着てたけど。うわー。うわー。うちへ直行か。明日万博公園行けよ。太陽の塔見に行け。連れてってやれ。めっちゃ水差せば。あ、道路交通法違反ですけども、大丈夫ですか。あ、ヘルメット。ヘルメットつけてますか。そのような乗り方の想定してないので、危険ですのでやめてください。それが正しいからね。正直それが正しい。本来いや、前大阪来た時大阪の道走りづらいって言ってなかった。ここじゃない、ここじゃない、ほんまもんの大阪。本当の大阪。そう、大阪の中の大阪。はい、ということでこちら大阪で本日2つ目のチェックポイント入りたいと思います。今日はですね、この後ベリーグッドなゲストとお酒を飲む予定があるんですよ。はいはいはい、はい、お酒飲んだら車中泊できないじゃないですか。うん、そうね。だから今日はホテルに泊まります。うん、そのホテルがチェックポイントでございます。うわー、だから言ってたの、なんか予約したいみたいな。そう、今日はね、珍しくほぼ初めてくらいに感じで、うん、おかしいよ。私がホテルを予約させていただきました。ちゃんとできてんだろうな、お前。いつもね、ミーヤがねホテルを予約してくれるんですけど、今日はどうしても行ってみたいホテルが大阪にあったので。どうしても行ってみたいホテルなんかあるか。予約してみました。なんか星野リゾートとかやめてね、マジで。楽しみにしててください。そういう高いところはやめてよ。ちょっとね、もう連日の大移動でニーヤの体もお疲れなので、ちょっと大阪でね一日休憩取りたいと思います。はい、大阪来たね。これ見て、俺が苦手なこの道、これ意味わからなくない。え、どういうこと。右折したかったんよ。うん、でも行けない。え、俺本線から右折できません。本当だ。ほら、どういうこと、どういうこと、どういうこと。あー、大阪トラップ。だから右折するんだったら、うんうんうん、こっちレーンにいなきゃいけないのよ。え、いつ入れるの、そっちのレーンに。え、もう一周しなきゃいけない。むずっ。いや、俺これが苦手なんだよ。大阪わけわかんないね。うん、これ御堂筋線ってやつかな。しかもさ、こんな広いのにさ、一通やん。うん。あ、ほんとだ。むずいのか。ほんとだ、一通だ。うん。大阪トラップ、大阪トラップ。大阪トラップなんだよ、早速引っかかりました。俺これが。ああ、右に曲がりたかったのに。うわー、うわー、糸すごー。やばいやばいやばい。やばいやばいやばい。ここメインのとこでしょ。運転したくないんだよ。うわー。うわー、すごい。あやばい、もうニーヤンが大阪にストレスを感じている。あそこで右折できなくて、左に曲がってぐるっと一回転したので、今10分ぐらい到着時刻が遅れました。地獄、もう7時ギリギリです。じゃあもう一回挑戦するのね、あの右折に。てか最初にこの左折で、あの車線に入るときに右に曲がるところに行かなきゃいけないってこと。大回りして、うん、右折レーンにそもそも入るっていう、左折しながら、うわ、ことなんじゃないかっていう、俺は勝手に思ってる。なるほどね。うん、遅いんだよ。そう、遅いんだよね。ああ、奥行けない、奥行けない、奥行けない。奥行けない？ええー、このアトムグループが遅すぎて奥行けなかった。作戦失敗。あの車線に、あの車線に入らないと右に曲がれないにやん。この御堂筋清水町っていうところで、うんうんうん、右側に入るんだ。お、行けんのね。ここで右にサイドチェンジ、サイドチェンジ。おお。こういうことだよね。こういうことだよね。お、いいんだよね、今の。ちょっと怖い、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 怖い。え、え、あ、あった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 。これ、ニーヤン、ここ、この、変なホテル、これ。変なホテル。おい、なんだよ。ここ。なんだよ、これ。恐竜、恐竜。いらっしゃいませ。すげえ。変なホテルへようこそ。かわいい。お辞儀する。すごい。すごい。え、なに、これだけ？もしかしてこの選択理由？そうだよ。この恐竜が見てみたかったから。ほんとぶっ飛ばすよ。はい、ということで到着しました。西成ビストロでございます。はい、ということでちょっとゲスト呼びます。くる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 、やばいやばいやばいやば来たー、虫天国なのよ。
回ってるんですか。回ってます。すいません、カメラ向けられても恥ずかしい。シャイでキャシャなんで慣れてるじゃない。あんま喋れないんですけど、はい、何やってんの。いや、お邪魔します。いやいや、マンサタさんが来る場所じゃん。いやカウンターだけでファーってなってる。いやいや、チャンチャンチャンのとこじゃない。あの、紹介します。はい、ベリーグッドマン、モカさんでございます。モカさん、ゴンザレスです。分かる、もう分かる人限られるんで、すいません、得意です。得意さんでもない。じゃあ違う、ベリーグッドマンのモカです。よろしくお願いします。はい、モカさん、ありがとうございます。え、これなくしかけカメラ。そうそう、見てるな。見てるな。モカさんがライサトの動画に出てくれたのめっちゃ嬉しい。嬉しいね。初初これハングオーバーやな。違う、カンテハングオーバーの準レギュラーは狙ってるけど、ライサタは、いやいやいや、ライサタでしょ、絶対的に。モカさん、いや、もうそんな人じゃないでしょ、モカさん。いや、嬉しいな、モカさんに会えたよ。違う、ボケ数多すぎだ。ちょっとうちら今日大阪来たばっかりで。そうそうそう、まだちょっとこのマミちゃんが最終的にいいなんてなってちゃんと編集してくれる。分かってるな。めっちゃ見てるな。お邪魔します。映ったらあかんねん。僕のビューティフルワイフです。あ、嘘嘘、姉ちゃんです。あ、おい、そうなんです。美しいと弟です。親父です。多いなぁ、ボケが。すいません、本日よろしくお願いします。ちょ、キッチンはやる気ないんで、うるつせない。カットでお願いします。はい、じゃあ改めまして、はい、ベリーグッドマンのモカさんでございます。よろしくお願いします。ビッグゲストです。よろしくお願いします。10時間半くらい運転してきました。マジで。やばい。でもなんか今の言い方で言うと、マミちゃんが運転してきたみたいな。あ、1メートルも動かしてないです。僕が大好きな鳥貴族で乾杯です。おいしい。あ、やばい、めっちゃおいしい。今日もう10時間運転してるから。うまい。いやいや、運転してる。いや、うめえ。やっぱ運転後のビールうまいな。いや、頼みましょうか。はい、もうお任せで。モカさんの爽やか風ハンバーグある。ね、モカさんもね、あれなんですよね、うちらの動画ずっと見てくれてて、そこからですもんね。俺らとのね、モカさんとの関係の最初ね。そうインスタグラムの DM をいただいて、10通ぐらい送って、ようやく。そんなことない、そんなことない。1通目でどっちが管理やってるか分からへんから。私だけど、ちゃんと10通ぐらい。アクションを起こした。福岡のライブに招待してもらって、福岡のライブ行かせてもらってからですよね。ちょうど去年で、俺らが九州旅してて、モカさんがちょうど連絡来て、福岡でやるから来てよみたいに言ってくれて、ありがとうございますって言ったのが初めて。いや、ありがたいよ。で、めっちゃ喉の調子悪くて、ライブ終わって僕だけ打ち上げ行かなかったんですよ。そうそう。でも、まなぶ君から、なんか今日会わなかったら二度と会わない気がしますみたいな。そんな言い方して。いや、ほんまや。遡ってもいいぐらい。いや、でも、そういうこと言いそう。美しいから。ちなみにどこ泊まってますかって言ったら、目の前のホテルに泊まってた。もう2階だった。カーテン開けた。見えるんちゃうかぐらいのところで。じゃあ行こうかということで、ね、初めて飲みに行かしてもらって。そうですよね。あれ以降ずっと喉調子悪いですね。やめて。最悪や。整理しないで。最悪や。ちゃんと休んでるもんね。そのさっき鳥貴族って出たけど、モカさんがね、うちらハマってくれたきっかけが、の動画があるんですよね。その鳥貴族の何人記念でしたっけ。いや、あれマジ800とかくらいじゃない。800人記念の動画でなんか、トリキで祝うみたいな。まだまだ全然だよ。で、僕が最初に見たのがそれじゃないかなぐらいの感じで、でこっち側のサラリーマンの方が飲んでる、飲んでなんか、あれパワハラだよねみたいな。でまさにみたいな、ツッコミもしっかりしてるなみたいな。関西人の目で、あの、なんていうんですかね。その邪念がない人たちだなと思ってしまった。珍しい。モカさんしかいないですよ、まだあの動画がいいって言ってくれる人。いや、あの動画でこの人たちはただもんじゃない。奥さんと一緒に見てたんですよ。気がついたらソファーで手繋いでました。僕らもマジで。本当に。なんで、それは。しかもこうじゃないですよ。
ありがとうございます。でもいつも本当にありがとうございます。いやそこからうちらもベビーグッドマンドハマりしてね。そう、いやもうだいぶそれまでミス中しか聞いてないもんね。まあ正直そうっすね。いやてかモカさんこうしよう。あ、おめでとうございます。本当におめでとうございます。本当にライサタのおかげで。いやおかしいぜライサタ。やめてください。甲子園みたいな事件やめてもう。いやでも本当にねモカさんずっと夢だっておっしゃってましたもんね。初めてお会いした時から甲子園球場でやりたいって。俺らと初めて会った時はまだ決まってなかった。そうですよね、決まってなかったから。その時も全然ほんまに決まる感じじゃなかったけど、ライサタと出会ってからトントン拍子。もう 何が本気で言ってるの。分からない分からない分からない。いやでも本当に嬉しかったですよ。いや嬉しい。でもほんまに決まって最初に電話したのライサタ。いや俺にもまだ電話してないから。ほんまにほんまにめっちゃ早かったよ。テレビ電話してて甲子園で終わってでそっからライサタに電話した。そうですよね。なんか嬉しくなったんですよ。やったライサタに言わな。いやうちらも嬉しかったよ。電話してくれて私たちも行きますんで。もうもちろん行きますんで。もちろん11月18日最高です。いやもうめっちゃ楽しみ。超深いみたいにしようかなと思って。いやもう18終わったら僕はもうライサタと合流する。いやいやいやダメダメ。その日はダメ。もうメンバーメンバーにごめん予定あるから。いやもう恐れ多すぎます。別日でお願いします。これが山芋ステーキですか。どこにでもある。どこにでもないよこんな美味しそうなの。こっちは砂ずりポン酢。美味しそう。これはここだけのものですもんね。いやもうこれどこにでもある。砂ずりですね。僕何回も来てるんで分かるんですけど、はい、普段より量多い。やってます。確実やってます。そんなことない。あうまっ。うまい。めっちゃうまい。おいしい。ありがとうございます。これは過去一です。過去一。嬉しい。僕は食べたことないんですけど。うまっ。めちゃくちゃおいしい。ちょっと釣ってくる。これだけ釣ってくれる。すいません。ありがとうございます。おいしい。ふわふわですね。ふわふわ。チンした回やったんじゃない。ねえ。これが豚玉ですよね。豚玉。めちゃくちゃおいしい。大阪美味しいもん多いっすね。うん、ほんまに。うん、行きたい店めっちゃあるから、1週間ぐらいちょっと滞在してもらおうかな。これ美味しそう。明太塩焼きそば。明太塩焼きそば。めっちゃ美味しそう。やばい。食えるね。めっちゃ美味しそう。うん。うん。うまい。一生食えるこれ。一生食えるこれ。やばい。多いな。めっちゃサインがいっぱい。全部メルカリで買って。マイケンさんの。ああ。ね。マイケンさんが入場曲でベビーグッドマン使ってるんですもん。使ってくれて。そっからもう前田健太が認めた男たちみたいな称号を手にして、もうそれで4年ぐらい飯食わしてます。長いな。でも今ね、だから野球選手の入場曲ランキング。なんか3年連続3位みたいな。すごいですよね。逆に1位、2位って何なんですか。1位が AK69 です。そうなんだ。2位がワンオクロック。3位がベリーグッドマン。で4位がミスチルさんとグリーンさん。やらせてもらってます。やらせてもらってます。すごい。ミスすごい。さすが。そこだけ不思議やけどね。なんかそういう自分たちが作った曲をそういうもう自分たちの雲の上の存在の人たちが使ってくれてるっていうのは。モカさん喋ってるさ、取れなくやばいね。一生喋ってる。やばい。全然何も覚えてない。さすがです本当に。パフォーマーだよねマジで。プロだなって思うよねこっちこそ。モカさんの盛り上げ方すごいじゃないですか。まあ俺がベリーグッドマン。これがなければ。ということで、今回のゲスト、ベリーグッドマンのモカさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。モカさん、いつもありがとうございます。いや、こちらこそありがとう。ありがとうございます。めっちゃ楽しかったです。いや、楽しい。レギュラー狙います。再生回数が全てです。お願いします。レギュラーですよ。あ、本当そう。いや、モカさん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。